5月18日土曜日から始まる NTT ジャパンラグビーリーグワン2023から24プレイオフトーナメントのメディアカンファレンスが行われた司会は矢野武志アナウンサーとオフィシャルサポーターの伊吹麗さんの2人そしてプレイオフに参加するリーグ戦1位4位のキャプテン4人が登壇した プレーオフ日程、準決勝、秩父の宮ラグビー場、5月18日、土曜日、14時5分、埼玉パナソニックワイルドナイツ、リーグ戦1位、VS、横浜キャノンイーグルス、4位、5月19日、日曜日、14時5分、東芝ブレイブルーパス東京、2位、VS、東京サントリーサンゴリアス、3位、 3位決定戦秩父宮ラグビー場5月25日土曜日12時5分決勝国立競技場5月26日日曜日15時5分まず MC から終わったばかりのレギュラーシーズンを振り返ってという質問が飛んだホー・フッカー坂手淳志首相埼玉パナソニックワイルドナイツ16試合全てに勝つことができたが今季はどの試合でも成長していきたい どの試合も満足せずに常に強くなり続けていこうと、チームみんなで意思統一しながら、歩んできて、常に成長し続けられたと感じている。この勢いや成長をプレイオフにつなげていきたい。FL、フランカー、リーチマイケル首相、東芝ブレイブルーパス東京。開幕から最終節まで、チームとして試合ごとに成長できた部分、課題もたくさん出てきた。僕の中で一番、 ターニングポイントになったのは2試合目の府中ダービー。ディフェンスがすごく良かった試合だと思うので、その勢いでプレーオフに進みたいと思う。シ堀ースケ首相東京サントリーサンゴリアス。今季、ちょっと派のあったシーズンだった。タフな試合が何回か続いて、厳しいところもあったが、それも全て自分たちで成長につなげられていると思う。このプレーオフに向けて、 今シーズンやってきたことを集大成として出したいと思う。